アレクサンドル・ウラジー・ミロビチ・コロメーツェフは、現ロシア・ハンティマン・シ自治カ区・ユグラ、スルグト出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。スポーツスクールのスパルタクマイナスに出身。2008年、ロシアファーストディビジョン所属の FC トルペド・モスクワに、移籍をして、FC ウラルスベルドロフスクオブラスト戦でデビューを、飾り31試合に出場した。 2009年には FC スポルトアカデムクラブモスクワに移籍。13試合に出場し4ゴールを挙げた。同年 FC モスクワに移籍をしたがユースチームでの出場に止まった。2010年 FC アムカルペルミへ移籍をした。2011、2012シーズンは42試合に出場をしたが、これはロシアプレミアリーグの 全選手の中で1位の出場時間であった。2011年8月27日、第20節の FC ゼニトサンクトペテルブルク戦。2011年11月27日、第32節の FC ロストフ戦ではゴールを決めた。アムカルのサポーターが選ぶ2011、2012、ベストゴールでは、3つのうちコロメーツェフが得点を挙げた2つが、 ノミネートされ、FC、ロストフ戦で決めた得点が、ベストゴールに選出された。2020年7月29日、現役引退を発表した。2011年7月29日、U、U-21 ロシア代表との試合で、ロシア -2 に招集されたが出場することはなかった。8月下旬、再び招集され合宿に参加。同年9月5日、 U-23 ベラルーシ代表との親善試合で、ロシアにデビューを果たした。ありがとうございます。